光を使った顕微鏡でナノの世界を見るための挑戦が続いています。ナノの大きさを知る分かりやすい例としては、 DNA の二重らせんの幅が2ナノメートルです。しかし私たちの目で見える光、可視光の波長は400から700ナノメートル。光はその通り道に物があっても、それが波長に比べて十分に小さければ素通りしてしまいます。この状態では私たちの目には何も見えません。川田聡さん、大阪大学と理化学研究所を拠点にナノフォトニクスの研究をしています。ナノフォトニクスとは、光を使ってナノの世界にアプローチすることです。川田さんの研究テーマの一つは、ナノワールドを光で見ること。光で色づきでナノが見たいと。もう一つは、ナノサイズの三次元構造を持つ微細なデバイスを光を使って作る研究です。初めて立体のナノができるようになったんで。光で見て作るナノワールドは今どこまで来ているのでしょうか。少し前まで光でナノの世界にアプローチすることは難しいと考えられていました。ナノの世界を見るには光の波長は長すぎるのです。しかし可視光には生態を生きたままカラーで見られるという長所があります。光以外の顕微鏡ってたくさんあるんですよ。電子顕微鏡とか、原子間力顕微鏡とか、操作型トンネル顕微鏡とか、全て白黒写真なんですよ。で、白黒写真でそこに物があったなかったと、こういう顕微鏡なんですね。と、光だけは色があるじゃないですか。赤があって、黄色があって、緑があって、で、色はそれぞれの物質を表してて、だから色のついてる顕微鏡が欲しかったんです。で、色のついてる顕微鏡は光の顕微鏡なんだけれども、光の顕微鏡は波の長さが長くって、で、ナノは見えないと。光は真空中では秒速30万キロメートルで伝わります。しかし仮に振動数を変えずに速度の遅い光を作れれば、波長は短くなります。光の進む道に分子のようなナノレベルの大きさの粒子を置くと、可視光はそこに何もないかのように通過します。つまりナノレベルの対象物は見えません。一方、遅い光ではどうでしょう。波長が短いので対象物が小さくても散乱します。速度の遅い光を使えば、ナノの世界を光で見られるはずです。プリズムで光を全反射させるとき、底面に速度の遅い光が発生します。近接波光、空間を伝わらないので目に見えません。波長が短いので小さな粒子でも散乱します。散乱光は空間を伝わりますが、大変弱く観測は困難です。川田さんが近接波光を顕微鏡に利用する画期的なアイデアを思いついたのは1992年のことでした。朝大学に行く間に車に乗ってて、で、ふとなんかいろんなことぐる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 回ってる間に、で、金属の針を尖らして、で、その下のものを見ればいいんじゃないかということをふと思いついた。こんなのね。川田さんが若い頃から思いついたことを書き留めてきた小さなノート、アイデアの束です。ペン持って2色ペンで、それで青と赤で
ここに思いついたことをどんどん書いて。突然思いついた金属針で近接馬耕を増幅するアイディア。車を安全なところに止めてすぐに書き込みました。大学に着いた川田さんが早速アイデアを話したのは、当時大学院生だった井上さんです。川田先生が朝来られて、で、思いついたんや言うて、金属の針で光らしたらどうやろうっていう話をされたんですね。面白いなっていう感じでしたね。それまでの発射と全然違ってたので、研究室にあるもので間に合わせて装置を作って、で、金属の針に光を当ててみるという実験をして、昼過ぎぐらいにですね、多分、光の確認したんですね。しかし金属針が光っただけではナノを見たことにはなりません。川田さんたちはそれまで続けていた研究をすべて止めて、金属針を使った近接馬顕微鏡の研究に没頭しました。これが、私たちが作りました第2号機ということになります。92年に1号機を作ったんですけれども、それはちょっと今見当たらなくなってます。で、これが第2世代ということで、これでもいろいろと実験を行ってまいりました。ちょうどこれ先端に金属の針がついているんですけれども、そこで、近接馬を起こして資料をナノスケールで、証明するということになります。分子の周りの近接馬耕と金属針内の電子の相互作用によって、金属針の先端付近では強い近接馬耕とその散乱光が発生。なぞるように金属針を動かしていけば、資料の全体像を見ることができます。完成した顕微鏡は20ナノメートルという高い分解能を実現しました。近接馬顕微鏡で見たラットの心筋細胞、生態を光を使ってナノスケールで見ることに成功しました。金属針を使った近接馬顕微鏡の発明、光でナノの世界を見る挑戦のスタートラインに立ちました。しかしこの顕微鏡ではモノクロの画像しか得ることができませんでした。インドの物理学者チャンドラ・セカール・ラマン、1930年にアジア人として初めて自然科学分野のノーベル賞を受賞。ラマン散乱光の発見によるものでした。光が物質に当たると、大半は入射光と同じ振動数を持った光として散乱します。しかし一部の散乱光は分子振動の影響を受けて少しずれた振動数を持ちます。ラマン散乱光です。ラマン散乱光の観測によって分子振動数が分かり、分子の種類を特定できます。ナノテクノロジーをはじめ、さまざまな分野で近接馬耕の利用が注目される中、第5回近接馬耕国際会議が日本で開催されたのは1998年のことです。この会議で近接馬耕のラマン散乱光を観測すれば、ナノの世界がカラーで見えるのではないかというアイデアを得た川田さんは、早速研究に取り掛かりました。ラマン散乱というのは、それぞれの分子、タンパク、脂質、あらゆる物質のを、違う色で可視光で表してくれるんですよ。で、それは入れた光に対して分子に当たって分子から跳ね返る散乱した光は、分子っていうのは振動してますから、でその振動数によって色が変わるんですよね。で一般の我々は目に 見えません。もう光がわずかすぎて。でそれに金属針を使おうというふうに思いついたわけです。で金属針っていうのは、実は光を先端で、普通針がない時と比べて何千倍も
何百万倍も光の強度を増幅することができるんです。開発のための最大の壁はラマン散乱光がとても弱いということ。入射光の100億分の1の強度しかありません。理化学研究所研究員の早澤典彦さん、98年当時は博士課程の交換留学生として大阪大学からフィリピン大学に留学していました。川田さんは近接波ラマン散乱顕微鏡の開発には早澤さんの力が必要だと感じ、すぐさま日本に呼び戻しました。フィリピンでは向こうはもそもそもよく停電で、電気がよく落ちてしまうことが多いので実験はあまりできないんで、メインで向こうでやってたのは計算の方なので、近接波関係の計算を向こうの方でやってたんですけれども、そうこうしているうちに川先生の方から、近接波ラマンの研究をするということで帰ってこいというお達しが、早澤君に帰ってきてもらって、で今日からこの研究をしろとしてくれと言って、で彼がそれの研究を始めて、今や彼の研究が世界で最初の金属針を使ったラマン顕微鏡で、これによって分子の色がナノで見えると。早澤さんが作り上げた近接波ラマン散乱顕微鏡、もちろん一朝一夕で出来上がったものではありません。それまでのプリズムに変えて対物レンズを使用し、入射光の強度を高めました。近接波ラマンの開発において有効に使えたものといいますのは、フィリピンの現地語のタガログ語なんですけれども、タガログ語でバハラナっていう言葉があるんですね。バハラナっていうのは日本語に訳しますと、いわゆるその明日は明日の風が吹く、なんとかなるやっていう精神なんですけど、そのバハラナっていうその精神で近接波ラマンに関しては実験を2年間もうひたすら実験室で進めていました。近接波ラマン散乱顕微鏡の仕組みです。レーザーの焦点部です。光をレンズでどんなに絞り込んでも焦点付近のスポットは波長の半分以下にはなりません。小さな資料、例えば分子があっても光は何もないかのように通過していきます。そこに細い金属針を入れると針の先端付近に強い近接波光が発生、さらにその近接波光が分子に当たって散乱するラマン散乱光は分子によって色が異なります。ラマン散乱顕微鏡で見たラットの心筋細胞、赤い部分は脂質です。緑はタンパク質、青いところは DNA を構成する塩基のグアニンとアデニン、3枚を合わせると生きた細胞の姿がナノスケールで、それもカラーで見えてきます。今早澤さんが取り組んでいるのはシリコンに現れるナノレベルの歪みを近接波ラマン散乱顕微鏡で評価すること。LSI にナノレベルの配線をするためには欠くことのできない研究です。小さく切ったシリコンにレーザーを当てます。ラマン散乱光を分析すると表面の微妙な歪みが色の違いとなって現れます。
大阪大学でも近接場ラマン産卵顕微鏡の可能性を探り続けています。チャンドラセカールラマンの母国インドから来ているバルマさんです。今バルマさんと大学院生の矢野さんが取り組んでいるのは注目の新素材カーボンナノチューブの性質の解明。この実験で使っているカーボンナノチューブの直径はおよそ1ナノメートルです。解析したデータから矢野さんが作ったコンピュータグラフィックです。この実験では金属バリを試料を押すことにも使い圧力に対するカーボンナノチューブの性質の変化をラマン産卵口で見ています。ラマンスペクトスコピー is very beneficial. It's a non-destructive techniqueIn which we can measure any kind of sample without destroying the sample. Raman spectroscopy is a very old technique, but recently it has been developed a lot in different directions. So I think if Raman was here today, he would be very happy to see the development everybody has done in his field. 2004年のギネスブック。レーザーで作った世界で最も小さい彫刻作品として載る川田さんのミクロの牛。光でナノレベルの物質を加工操作する非線形ナノフォトニクスの象徴です。ミクロの牛は紫外線に当たると固まる性質を持つ樹脂を紫外線の半分しかエネルギーを持たない近赤外線で固めて作ります。使うのは近赤外線のパルスレーザー。レーザーの発信時間を10兆分の1秒の単位まで圧縮して出力を高めています。さらに焦点部分では光のパワーが掛け算つまり非線形で増幅されます。焦点部分ではフォトンの密度が極めて高くなります。2つの近赤外線のフォトンが同時に分子に当たると1つの紫外線のフォトンが当たった場合と同じように分子に吸収され樹脂を固めます。これを多孔子過程あるいは二孔子過程と呼びます。多孔子過程で樹脂が固まるのは焦点のピンポイントだけ。焦点を少しずつ動かして牛の形を作ります。完成したミクロの牛を電子顕微鏡で見てみましょう。体長は8マイクロメートル、細部は50ナノメートルのスケールで造形されています。今のナノテクノロジーというのは全部フラットなんですよ。二次元なんですよ。 XY で Z がないんですよ。それは半導体のチップ見ても薄っぺらいし、液晶テレビ見ても薄っぺらいし、コンパクトディスク DVD 見ても薄っぺらいですよ。二次元世界しか操れて加工できないんですよ。でも僕らの技術というのは三次元の立体構造が作れるわけですよ。だからコンパクトディスクの中に二次元じゃなくて立体的にデータが書き込めるね。IC の回路の中に配線をこういうふうに合わさなくても上下にも回路が作れる。だから立体のナノテクノロジーというのは今まで考えられてなくって、でこの、非線形工学多孔子過程で初めて立体のナノができるようになったんで。中国科学院理化技術研究所教授のルアン・シャンミンさん、大阪大学でも川田さんと共同研究を続けています。ルアンさんが最近取り組んでいるのは
紫外線を当てると光を発するミクロの牛、ナノサイズの発光デバイスにつながる研究です。光を、当たると例えば青色とか緑色の牛になります。それ、まあ、牛が光るといっても、まあ、主に将来的にデバイスに例えば小さいの発光のデバイス、レーザーとか、それについての研究をしています。理化学研究所の非線形ナノフォトニクスの実験室でもミクロの牛の成果が進化しています。田中さんは多孔子過程を使ってガラスの表面に金属のナノ構造を作る研究を進めています。このガラスの表面には金の原子が薄く塗布されています。ここでも近赤外線のパルスレーザーを使います。表面にナノサイズの金属構造を持つガラスは普通のガラスとは異なる屈折率を持ち、反射率がゼロの夢のガラスができる可能性もあります。そこに金属に光が当たると金属の中の電子が揺さぶられてまた新しい光が発生するんですね。だからアンテナとしての役割があると。でそれをナノレベルで作ると、まあ、自然界に存在しなかった新しい物質が生まれると。それがナノテクノロジーの面白いところで、無限にだから新しい物質を我々は生み出せる可能性があるわけです。非線形ナノフォトニクスと近接波ラマン散乱顕微鏡の融合によってナノの世界により深く迫る新しい顕微鏡が開発されました。光源にはパルスレーザーを2つ用います。2つのレーザーの非線形効果によりそれまでの100万倍という強いラマン散乱光が発生します。まあ、非線形という現象と、でそれはもうレーザーテクノロジーなんですね。それからその、近接波光学という、それはプローブテクノロジー、ナノテクノロジー、でもこれそれぞれ一つずつがもう大きなこう未来を持って、あるいは非常に困難を乗り越えてやっていく研究テーマなんだけども、この2つを組み合わせるということが、まあ、今回のプロジェクトの提案で、だ金属の針っていうのは、ナノを見る装置でありながら非線形な効果を出すのにふさわしい装置であって、光の場を増強しますから。この研究の中心となって活躍した市村さん、2つの技術を足せば簡単にできたというものではありませんでした。最初は組み合わせたらすぐできるもんだろうとは思ってましたね。結構高をくくってたんですけども、それはそうでもなかったんですね。で、細かい話をすると、レーザーでティップがこう溶けちゃうんですよ。パワーが強すぎると。で、パワーを抑えると今度信号が何も見えなくなるっていうんで、そこを調節するのにすごい苦労しましたね。光で DNA の全体像を見ることに成功しました。非線形近接波ラマン散乱顕微鏡の分解能は15ナノメートルに達しています。最終目標は 0.3 ナノメーターとかで、それはもう DNA の塩基一つずつの大きさとか、分子一つずつの大きさなんですよね。だからその大きさまで、届きたいと。800ナノメーターで15ナノっていうことは、そのいわゆるその古典の物理の常識を50倍ぐらい超えたわけですよ。50分の1ぐらいが15ナノで、でそこから15ナノから 0.3 ナノになろうと思うとまた50分の1しないといけないです。だからこの研究の多分延長線上では続かなくって、また
ある日の朝、車の中というのがあと2回ぐらい必要ですね。梶村浩二さん、ナノテクノロジーの先駆者として川田さんたちの研究をずっと見守ってきました。川田さんの視野の広さと光へのこだわりに注目しています。物理、化学、生物、あるいは電気とか機械とか情報とかいったそれぞれの専門の世界が縦割りに存在するわけですが、専門家であると同時に他の世界を広く見れる、この素養がないと新しいナノの意義は失われていくんだろうと思うんです。川田さんはむしろ、現代のエジソンと言っていいかと思いますが、目に見える光を言っているわけです。これは非常に馴染みがいいので、いろんなところでその想像力は発揮できる。想像力というのは次どういうふうにすればいいか、どんなふうに感じればいいかということは人間にとって非常に馴染みがいいということなんですね。そこを出発点にするという意味では今見える光は非常に重要だということなんですね。川田さんたちは研究者自らが新しい顕微鏡の普及を目指すべきだと考え、大学内にベンチャー企業を立ち上げました。大学の研究室では大きな実験台の上に乗っているレーザーの発生装置をコンパクトにまとめました。この大きさなら広く普及させることができます。生態を生きたまま染色なしで見られるという長所が医療関係者や化粧品の開発現場から高い評価を得ています。僕はトーマス・エジソンに憧れてきましたね。もう子供の時からやっぱりエジソンが電球ランプ作って、でニューヨークの街が明るくなって、でエジソンが、発電所作って、それが電線で電力が流れて、でエジソンが、映画作って、レコード蓄音機作って、それ技術だけではなくって、アイデアとかサイエンスだけではなくて、それを実際世の中に使えるところまでやったでしょ。なんかおめでとうと言われるよりありがとうと言われるようになりたいなと思いますね。速度の遅い光、近接馬光を巧みに利用して光でナノの世界を見る新しい顕微鏡の開発。フォトンのエネルギーを掛け算してナノ構造を作り上げる非線形ナノフォトニクス。川田さんとその仲間たちが今探求しているのはナノの世界にある未知の光の科学です。その発見や発明が近い将来世の中に貢献することを願いながら。